逆転裁判、前回続きからプレイしていきましょう。まゆりちゃんが事務所を去ってから2ヶ月。僕は一度も法廷に立っていない。依頼はあったけど、なんとなく、その気になれなかった。いや、それは、どうなんだ。そう。あの日彼女が訪ねてくるまでは。2月22日、午前10時2分。なるほど、探偵事務所。やれやれ、依頼を引き受ける気はないのに、どうして毎日事務所を開けてるのかな、僕。ああ、やっと帰ってきた。もう、どこ行ったんですか？お姉ちゃんの裁判、もう明日なんですよ。あの、君は？そんなことより今大事なのは、あなたが弁護士の、綾里と千尋さんだという事実です。違います。あれ？もしかして、違いました？すいませんが、綾里と千尋はもう、そのもうここには。じゃああなたは、お茶組の人ですか？なるほど、龍一です。一応弁護士の。なるほど。あ、もしかしてあの、三木健二殺人事件って言うとなんか違う意味に聞こえるだろう。まあ、そんなところです。三木は死んでないけど。ああ、よかった。この際贅沢は言ってらんないし。悪いけど、今はちょっと依頼を受けてないんですよ。え？でも、なるほどさんですよね。弁護士で無敵の。とにかく、今は事件を引き受けないんですよ。申し訳ありませんけど。お願いです。もう時間がないの。そう言われましても。お姉ちゃんが。そうだね。うつむき方一緒だもんな。迷い、ちゃん。わかりました。お話を伺いましょう。本当ですか？ありがとうございます。私、科学捜査官の、ほおずきあかねです。科学捜査官？そのバカみたいなバッジは何なんだ？ワッペンかな？調べていい？あ、消えちゃった。このさ、右胸につけてる、なんかバカみたいなやつ調べたいんだけど。あかねさんでしたっけ？確か、科学捜査官とか。ええ、そうなんです。それは何か？それにしては随分落ち着きが、いや、若いなって。あ、申し訳ありました。今年16、若っ。え、中卒ってこと？ああ、そうなんですか。ちょっと待って。16歳？あと3年もすれば正式に鑑識課への配属が決まりますから。私、ちょっとしたもんなんです。すでにこの年にして、もう、現在の職業を正確に言うと、まあ、科学的に、あえて厳密に言うのであれば、高校生になるのかな。高校2年生になるのかもしれませんけど。でも、私は身も心もすでにこの年にしても、やれやれ。卵か、この子も。事件について。それで事件っていうのは、確か裁判は明日だとか、お姉ちゃんじゃありません。人をナイフで刺し殺すなんて、殺人事件なんだ。お姉ちゃんが刺したところを見た人がいても関係ありません。だって私、科学的に知ってるから、お姉ちゃんは、目撃者がいるんだ。とにかく、お姉ちゃんとお話ししてみてください。ああ、そうさせてもらうよ。本当は、綾里と千尋さんを連れて行くって約束したんですけど、そういえば、どうして知ってんだろう、千尋さんのこと。科学捜査官。大きくなったら科学捜査官になりたいんだ。何ですか？私のこと、私子供じゃありません。それにしても随分マニアック、具体的な夢だね。これからの捜査はもっと科学的に犯人を追い詰めるべきです。ね、そう思いませんか？ああ、目をキラキラさせるぞ。そうすればお姉ちゃんだってきっと。お姉ちゃん？私いろいろ勉強します、してますから、そのうち見せてあげますね。最新の科学捜査の何たるかを。楽しみにしておくよ。
とにかく留置所へ行ってお姉さんの話を聞いてみるか。千尋との関係、お姉ちゃんがそう言ってたんです。綾瀬と千尋さん、学生時代の後輩なんだって。へえ、千尋さんの先輩か。いつか弁護士が必要になったら千尋さんにって昔よく言ってたから。だから私、ちなみに千尋さん女性だけどね。千尋、私もうすうす変だなって思ったんですけどまあまあ、でもどっちも、どっちもは薫とかだったらさ、割とどっちもあるような名前だけどさ、千尋で男性はなかなか。まあまあまあ、でも親次第か。なんだかお姉さんと仲いいみたいだね。今のお姉ちゃん、私好きじゃありません。今の？でも私にはたった一人の家族だから。たった一人か。あの、ご両親は小さい頃に交通事故で亡くなっちゃいました。そうなんだ。聞いちゃいけなかったかな。とりあえず突きつけてみるか。ほら、これが弁護士バッジだよ。ふんふん、ほうほう、これが噂の。こんなに食いついてくる子は初めてだな。材質は銀、金メッキは少し剥がれてきてますね。科学的に分析されてしまった。硫化物による腐食はまだみたい。5000円くらいでしょうか。悪いけど売る気はないよ、まだ。ちょっともうやめるのもなんか、いやでも毎日開けてるからやめる気はないんだろうけどな。留置所、面会室。どうしたんだろう。あかねちゃん、ここへ来てから急におとなしくなっちゃったな。監修、面会は断ったはずですよ。すいません。しかし、妹さんがですね。言い訳は聞きません。来月の給与査定、楽しみにしておくことです。なんか、昔の貢ぎみたいなやつが来たな。何なんだ？なんかすごい格好してる。お姉ちゃん。私の記憶違いかしら。ここへは来ないようにと言ったつもりでいました。二度と。私だって来たくなかったよ。だけど裁判はもう明日だし、弁護士さんだってまだ。被告席に立つのは私、あなたには関係ありません。ちょっと似てる、千尋さんに。そうですね。なるほど、龍一弁護士。僕のこと知ってるんですか。千尋さんから伺っています。あなたのことはいろいろ。あなたはどういう。大月智恵と申します。地方検事職、首席検事です。検事にまともなやつはいないのか、この作品なんでこんな軍服みてえなん着てんだ。検事、また検事の弁護すんの俺は検事さんなんですか。この姉妹、偶然なのか。あかねちゃんに智恵さん、どっからどう見てもそうだよね。なんかすごい被る二人だよな。どうしたんですか、なるほどさん。お話ししようね。事件について、最初に申し上げておきます。ご存知かもしれませんが。何でしょう。今回の案件では被疑者は全面的に容疑を認めています。ああ、認めてんの。ちょっと待ってよ、被疑者って。つまり真犯人はこの私。いかがかしら、なるほど弁護士。とにかく何があったのか話していただけませんか。事件が発生したのは昨日です。2月21日午後5時15分。随分はっきりしてますね。目撃者の証言です。私、犯行の瞬間をはっきり見られましたので。それはどうも、その運が悪かったですね。現場は地方建築局の地下駐車場。遺体は私の部下の車の、後部トランクから発見されました。検事局ですか。部下の車ね。この私が現行犯で逮捕された場所でもあります。やれやれ、また現行犯かよ。被害者について聞いていこうか。それで、亡くなった被害者というのは、警察局の捜査官、いわゆる刑事です。刑事さん、
死因は失血死です。胸部をナイフで一突きしましたので。あなたがですか？即死には至りませんでしたが、それが致命傷だったようです。はあ、なるほど。弁護士、もう一度言います。被害者は刑事だった。これが何を意味するかもちろんお分かりでしょう。え、何を意味するんですか、なるほどさん。一緒だなこの子。それはもちろん、その警察は威信にかけて有罪判決を取りに来る、そういうこと。いかなる手を使っても私を追い詰めようとするでしょう。やれやれ、とんでもないことになっちまったな今回も。巴のこと、それであなたは確か首席検事とか。そうです。地方検事局が抱えている全公判をマクロな形で把握して、適切な検事のアテンドとケア、彼らのタスクを常に管理する。簡単に言えばそんな職務でしょうか。絶対もっと簡単に言えると思うけど。それよりも、あなたは地方検事局の首席検事の顔も知らなかったんですか？え？ありえないこと。そう申し上げるほかありません。純粋な目をしている。あのお姉ちゃん、その手の包帯どうしたの？ああ、これかしら。ちょっと自分の手を切ってしまいました。刺すときに。え？私もさすがに殺人は不慣れなものですから。やれやれ。こんなの弁護しろってのか？そういえば、確か先輩なんだよな、千尋さんの。千尋との関係。失礼ですけど、先輩なんですよね。綾里千尋さんの。茜がそんなことまで？いいじゃない。こうして事務所から連れてきたんだから。あらゆる意味で彼女と共通点があるようには見えませんけど、余計なお世話だよ。法科大学時代のことです。私が3回生。彼女は特別、超高生。周りの学生とは明らかに雰囲気が違いました。特別？雰囲気が。弁護士になるためならば何でもやる。そんな迫力が。きっと、だからこの私に近づいてきたのでしょう。どういうことですか？お姉ちゃん、素敵だったんです。法科大学で一番。優秀なのです、私は。はあ。あ、ちなみに、私も優秀ですから。姉妹で同じこと言っても、全然違って聞こえるな。さて、いかがかしら、なるほど、弁護士。あ、はい？私はこの通り、やったと申し上げているのです。この案件を引き受ける、ありえない選択と断言できます。お姉ちゃん。いつも、そう。お姉ちゃんはいつも自分のことしか考えてないんだ。私、知ってるのに、お姉ちゃんはやってないって。なのに、どうしてそんなこと言うの？お姉ちゃんがいなくなったら、私、一人ぼっちになっちゃうんだよ。お姉ちゃん、お姉ちゃんなんて嫌い。なるほど、弁護士。あ、はい。どうやらこの面会もここまでのようですね。あとは、あなたにお任せいたします。それってつまり、弁護の依頼ということですか？難しく考えないこと、依頼人は罪を認めているのです。わかりました。僕なりに調べてみましょう。巴さんは罪を認めている。しかし、一つだけどうしても気になることがあった。茜ちゃんのあの目。何か、この事件にはまだ見えていない部分がある。すいません、なるほどさん。ん？何のことかな？お姉ちゃんが、その、あんな感じで。まさかまたケンジさんを弁護する羽目になるとは思わなかったよ。お姉ちゃん、昔はあんなんじゃなかったんです。優しくて、いつも笑っていて、みんなにも好かれていて。想像つかないぞ、悪いけど。何かあったのかな、お姉さん。私にもはっきりした理由はわからないんですけど。心当たりがあるような、ないような、あるような。科学的に割り切れない事情がありそうだな。とにかく現場に行ってみよう。検事局の地下駐車場だっけ？はい。
じゃあ一旦ここで区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。